くらさん、くらさん頑張れるな、よし、やるちょなんの、はい、あ、俺これね、もし休憩時間かかるからこれか、チョコするってチョコチョコ楽しいな、いいよね、うん、頑張れるな、今日ここでいいの、あ、よくない、よくない、よくないね、よしよし、よくない、分かった、いいよ、はい、こっちじゃないのよ、クロちゃん、どうぞ、クロちゃんしかいないよ、そんなことする、もしごめんね、こうさせるんだよね、頑張ったね、全部、この子ね、一番最初ここに来た時 210g だったんです、めちゃくちゃ育っちゃったんだよね、すいません、中島君、高専調査でてくれる、ちっちゃいな、大きいの間に挟まれてるな、こっち側でもいい、後ろ、クロちゃん、クロちゃんが多分ちょぎで、クロちゃん、結構当ててもらうね、コタロウちゃんはどこがあるんですか、コータロウ腰の横が産んじゃった、えで、破れちゃった、え、痛いやつ、肛門腺が破裂したの、クーちゃん、ちゃんとやっとこうね、嫌いだと思うけど、やだね、痛いよね、腫れちゃった、破れちゃったですよね、あの皮膚の下でね、え、それは産んじゃって是非皮膚も破れちゃった、それ分かるんですか、飼い主が、飼い主さんはお尻がなんか気にしてるから、あ、それでか、あ、ごめんね、ごめんね、くれちゃう、なんでこっちなの、そっち向いてる、転換してほしいんだけどな、ワンキーだよ、クレちゃん、インタビュー、インタビュー、はい、20分経つだと思う、永田さんのマスクが、うん、いいの、いいの、クロラで、よし、クロちゃん頑張って、あ、いい子ちゃんだね、すごいよ、すごいね、変わったね、ほらね、誰が抱っこで気にさせちゃったの、私かな、ね、家でもこうやってやると飛び乗ってきますよ、くるちゃん座ってこうペッペッてやると、うん、おっとか言ってきますね、抱っこ好きになっちゃった、お家でも好きだね、うん、うん、抱っこもなんじゃうとね、
ノラちゃんだったね。いつの間にか。でもこの子あれだね、 FIVA では発送しないですね。しないですね。治ってってるもんね、だって口にしても。あ、確かに。だって匂いが減ってきてるじゃないですか。ああ、ひどくはなってないですよね。発症してたら治っていかないですよ。どん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 治っていっちゃう。夜中家帰ってきか、クロちゃん。家帰ってきか。結構さ、発症しちゃうともう寿命は短いけど、抗体が陽性でも発症してなければまだ治す力が、まあ、その声は弱いかもしれないけどね。あるんだよね、残って。まあ、血便はちょっとまだ。それはまたね、別のことなんだよね。あ、じゃあそれはちょっとエイズとは関係ないかもしれない。なんかあるかもしれないんだよね、ちょっと。まあ中も触ったけどさ、こう届く範囲のところには何か、うん、しこりみたいなのがないんだけど、そのちょっと届かんところらへんに、トリートとかいうか使用があって、そこから出勤してる可能性が高いかもしれない、ね。うんうん、やだね、クロちゃん。クロちゃん、なんでちょっとカメラ目線じゃないの？こっち向いて。こっち向いて。うん、当のね、本人は元気そうにしてますけど。サスケと喧嘩してるし。どっちが負けるの？サスケ。ってクロちゃんの毛だけすごい散らばってるんですよ。柔らかい毛なんで。派手にやったな、そう言いながら起きて。私痛いね、私の首を私の首になってやめた。いつもそうなんですよ、抱っこすると。すいません、痛い思い。はい、ごめん。すいません。この足何かわいいね。小太郎ちゃん抱っこ好きですか？うん、あ、やっぱ大きいから抱っこ好きってわけじゃないんだな。撫でられるのが好きかな。小太郎ちゃんは、うん、クロちゃんやっぱり変わり者だよ。こいつじゃん。何、うん、登るね、登るね。よし、こうちゃん、もうちょっと頑張ろうか。あ、手が。大丈夫だと。我慢できる？おー、ホーリーコーラね。我慢できてる？もうないの？あ、なんかこれ痛い。あ、これ気づいた？気づいた、みこちゃん。これは一番最後がちょっと痛いんだよね。いいじゃないみたい。何が聞かれたの？何が聞かれたの？はい、冷やすよ。冷やすよ。冷やすよ。冷やすだって。うー、で、なになに？なんか言ったの？これじゃ違うな。よいしょ。よいしょ。これ歯を蔵まで転換するんですよ。はい、してました。ペクちゃん、あと、あー、ヒゲにごめん、ついちゃった。後でペロペロして。よしよし、はい、上手だよ、クリちゃん、上手だよ。出血しないね。おりこだよ。よし、おりこだね。あー、ごめんね、ごめん。ごめんね。すごいよ、血出なかったよ、クリちゃん。出血しなかったですね。みんなお耳嫌い。まあ、汚いけど、まあ、いいんじゃない、こちゃん。まあ中はちょっとね、入り口はなんかめっちゃ嫌いだけど。みんなに舐められてるもんな、こちゃん。お利口だね、今日何も言わんねえ。一番のボス猫ですね、お家の中で。すごいボス猫ですよ。あこちゃん、ちょっともう伸び伸びの爪切ってもらおう。ね、
ジムさ、これこの間来たのいいですよ。家で来てないんですよね。来てないです。クロスなだから1ヶ月、2ヶ月弱遅いんですね、伸びるのが。遅いか。ちょっと痛いなと思ってたけど。あ、でも伸びてるのもあるけど。爪研ぎよくしてるけどね。あるかな健康の後、うん、朝ごとできてたもんね、やっちゃん。ないね。何も言わないじゃん。こういうこうちゃんじゃん。抱っこして回ったからだ、最初に。こうちゃん。それが効果的だった。それしかないな。いつもと違うことは。かわいい。でかい。あんまたいさん。でかい。9キロあると。もう肉球ピンクだよ、くるちゃん。くるちゃんの時は黒。でも真っ黒だね。白黒とはいい黒ですもんね、この子。シルシルちょっとしかないけど。足と手、ね、これなんてそんなの見ないよね。ジュースもあるけど。あ、この子爪噛むんですよ。だからなの。小次郎も真似して足の爪噛むんですよ。綺麗になったね。さあ、ずっと購入せんかな、最後は。さよちゃん、やるか。お尻が。お尻が負けるん、はい、これはみんな嫌いだよ。はい、肛門線やります。よし、うわぁ出た。結構出たね。もう一回やります。ごめんね、フルちゃん。かわいいお尻がこっち向いてるよ。ごめんね、もう一回だけね。痛い、痛い。ちょっと痛い、痛い。はい、痛い、痛い。長かった、長かった。先生に言って。どうしよう。しょうがない、よくやる。先生に言って、先生に。やめてください。はい、じゃあこれ、スブラスにお願いします。これ、大暴れするニャンコはいるんですか？まず、結構いますよ。クレちゃん、まだ我慢できてる方です。我慢できてる方ですね。もう大変な子は大変だからね、猫ちゃん。めっちゃ足ギリギリです。もう二人がかりですか、そういう時は。うん、もうこんなだけど、そうね、一人が持っててもらわんと、私が一人じゃできないね。よっぽどなんていうのがないと。そうか、こうちゃんお利口だってさ。うん、お利口さんだよ。お利口さんだね。ちゃんと頑張ってくれてる。先生に抱っこして、抱っこしてもらったら、こうちゃん抱っこして、抱っこして。今日抱っこ好きじゃん。さあ、人を選ぶのは。クーちゃん、クーちゃん、クーちゃん、反対反対向いて、こっち。クーちゃん、視線を合わさないでください。視線を選ぶ。チュールもらったら考えるんだろうけどね、クーちゃん。歯磨きもらったら。抗菌節約はもうじゃあ、あれ9月11日につけてもらったんですかね。あ、あの、もらった分は、はい、はい、じゃあもうこーちゃんつけてもらえな。つけますね、切れてるから。もう一番でかいのどうよ。すごい毛抜けるね、黒。それでは
ちゃん。かわいいな。じゃあ、抗不純物薬レボリューションプラス。セラメクチンとサロ、サロラメル。なんでちゃん。ヘちゃん。お。はい。ヘちゃん。もう一個だけあったよ。はい、どこ行くの？どこ行かないで。逃げやすい。はい。なるほどね。はい。はい、リコちゃん。すー、なんとも言えない顔してるよ、クルちゃん。どうしたん？抱っこ？抱っこだね、その顔は。吸入酸素。行っておいで。うん。ね。抱っこだな。よし、ちょっと。ねえ、何でそっちなの？仲良し、仲良しです。仲良しだもんね。クルちゃん以外に抱っこってなって。